皆さんこんばんは。今日は前髪のセットがうまくいって少しテンションが上がっている元男の子の青木かのんです。ダメ、笑っちゃダメなんだ。皆さん、タイトルにもある通り、私はこのままではやばいと思うんですね。何がやばいかというと、時間管理ミスがやばい、プラスなくし物、忘れ物が多発する人間なんです。今回それを改善する旅に出ようと思います。なのでこれからちょっと外に出ていくんですけども、まず今回の動画を出す経緯ですね、話していきます。1年近く前に、私は実は高校時代に ADHD に診断されてますみたいな、なんか動画出したんですよ。で ADHD ちょっとここに書いてありますけども、私で言うならば、なんか衝動的な行動とか、まあいきなりなんかこんな感じになったりとかしないですよ。それはないですけども、例えばいきなり爆買いしちゃったりとか、時間の管理ができないんですよって言うと、またまたって言われるんですけども、でもね、何回も繰り返しちゃうの。今までやらかしてきた分かりやすい他の人とのやりとりが残ってるんで、ちょっとスクショでお見せしますね。一部モザイクかかってますけど、まずこれ、仕事でお疲れ様ですって、この後ミーティングで話せればと思いますって、要はこの後だから今日だと思ってるんですよ。でも相手の方からの返答は、今日なんですかって、この前だって変更しましたよねみたいな、あ、そうでしたね、ごめんなさいって、もう日程間違えてるんですよ。カレンダーとかにもちゃんと入れるんですけど忘れちゃうんですよね。とか、これはもう本当に昨日の出来事です。美容室を予約してて、美容室までの時間をいろいろやりくりして、よし美容室行くぞって言って、でも結局やっぱり5分遅れちゃうみたいに連絡して、そしたら、あれ明日じゃないみたいな、お店の前に到着してから気づきました。爆笑って、爆笑じゃねえよお前って感じでしょ。毎回時間ミス起きるたびに罪悪感には苛まれるけども、何回も繰り返しちゃうの。バカ者なんですよ。あとは忘れ物、なくし物、私のツイッターからの抜粋なんですけども、編集マンさんとご飯食べたりとかしてて、ご飯食べるからお金引いとこうと思って引いて、でカードもちゃんとよし財布に戻したぞ、そしたら帰りにお金がなくなってることに気づいて、カードもなくしてしまい、お金もなくすっていういろいろと、まあそういうのがしょっちゅう起きてるんですよ。私コメント欄などにはかわいそうだねとか、なんか対策があればいいねとかですけども、私は甘えちゃいけないと思うんですよ。それは一応性別を変えたいっていうその悩みからは勝ったんですよ、私は。だから自分で自ら行動を起こして変えるべく、とあるものを買い物に行きます。何を買うかというと、アップローチです。過去の動画何本か見ていただいてる方だったらわかると思うんですけども、ちょいちょいアップローチつけてるんですよ。え？みたいな、なるじゃん。だってアップローチ持ってんだったら買う必要ないでしょみたいな、いいなと思って買うんですよ。でも使い方をいまいちよく分かってないんです。時間ただ見るためだけよみたいな。あとはYouTube のコメントの通知をオンにしてるんですね。ありがたいことではありますけども、1日に200件以上はいただくんですよ。アップローチを持つとどっちにも通知来るもんですから、常にブッブッブッって、いわゆるもう通知に潰されかけたんですね。なのでことごとく今まで全部手放してるんですよ。売っ払っちゃったんですよ。ですが昨日ですね、こちらにチャンネルの名前出しておきます、ADHD の方にこそアプローチはめちゃめちゃいいですよみたいな、アプローチがスケジュールを通知してくれる、え、だってお前通知めっちゃ来てんの変わんないじゃんみたいな、なるじゃないですか。アップルにはリマインダーっていうアプリがあって、カレンダーとはまたちょっと違って、一日のやるスケジュールの開始時刻とかを管理してくれるんですよね。あらかじめ Siri っていうこの自動音声なんかアシスタントみたいなんで、朝明日7時に起こして、はい、なんかアシスタントというアラームを7時にセットしましたこれおかしいけどね、これおかしいんですけども、こういう、ちょっとピンと合ってないけど、こういうことをやってくれるんですよ。アプローチ買わずにここでリマインダーの通知を受ければいいじゃんっていう、まあそれもいけるんですけども、ここはもう本当に YouTube 活動のためだけの通知を来させる。でこっち、自分のスケジュールだけを通知するっていう、そうすれば時間管理ミスとか曜日感覚ずれちゃったりとか、なんかそういうのが軽減されると思うんですね。 100% ではないですけども、もうお金払ってでも私はもう本当に変わりたいなと思ったから買います。今回買うのが Apple Watch のシリーズ5のセルラーモデルなので、こことここ、時計とスマホが電波がつながらなくても、スマホを家に置いて時計だけで外出しても使えるんですよ。
でデザインがキラキラしたやつ、結構お値段高いんですよ。ちょっと買うの戸惑ったんですけども、2017年モデルの iPad Pro があるんで、あんまり使ってないっていうこともあって買い取りに出して、それがだいたい買い取り金額4万7000円なんで、実質一番安い Apple Watch と同じ金額になるから、まあそれだったらいいかなと思って。いいものを買うっていうのもプレッシャーでもあると思うんですよ。私そうやって今まで撮影機材とか YouTube のそのモチベーションを保ってきたっていうのもあるんで、あえて9万円のモデルを買いに行こうと思います。これだったらもう買われるでしょ私。では今から Apple Store 新宿に買いに行きます。言われたんですけども、そりゃだって、ね、時間を獲得するためにも必要ですよ。むしろ失われた時間の方が大きな損失ですからね。 何言ってんだろう。いやついに買ってきたよ。あ、こういうテンションじゃないね。本当にこの活動を頑張るために買ってきました。じゃん、白飛びしてる新型 Apple Watch でございます。ジョン Apple Watch って書いてある。なんか開封動画とかやんないんでちょっと新鮮ですけども、なんかおしゃれ、ヴィトンみたい。ヴィトン買わないですけどね全然。きた、ほらこれがベルトだ。ごめんなさい、カラオケボックス撮ってるんで顔に影ができてるから、なんか顔色悪いように見えちゃうかもしれない。じゃあいくよ、感動の瞬間。パカ、ちょ緊張する。おお、すごい、これ本体だ。ベルトはちょっとおしゃれなやつにしました。なんか時間管理も楽しくなれると思うんですよ。わ、めっちゃいい。こんな感じでございます。綺麗、金具がピンクなゴールドみたいな視点本体ですよ。なんか重たい、ひんやりしてる、重たい。合体、カチャ、いきました。え、これ合うな。これめっちゃテンション上がる。こうなりました。あ、色こっちのがわかるわ、こっちのがわかるわ。カメラ今日はちょっとセットアップはやんないんですけども、こうくっつけるのか、こう見てください。あ、ついた。これマグネットみたいになってる。微妙に両サイドにここボタンあるんで押すと、はい、こうやってやるのか、お化粧系 YouTuber みたいに。うわ、めっちゃ綺麗。なんかアップルウォッチってちょっとゴツゴツとしたそのガジェットマシーンみたいなイメージがあったんですよ。でもこれってすごいファッション感覚に使えるんじゃないのかなって思いましたね。特にこのベルトとかだといろんな服装に合わせられると思うし、本体の色ともすごい合ってるんですよね。本体がゴールドステンレスで、でこの金具のとこもゴールドなんですよ。すごいいいと思います。じゃあ一回装着してみましょうか。こうやって、え、これ逆かもしれないな。まあいいや、ついた、ぴったりだ。かーですや。え、これさ、おしゃれじゃない？おしゃれじゃないですか？すごい。はい、アカウントにサイン中です。この処理に数分かかることがあります。いくらで待ちますよ。おい、遅いんだよ。何やってんの、早くしろよ。運動とかの記録を残すためのやつですね。これもじゃあ設定しときましょう。1992年の8月13日生まれです。性別女性、男性、その他。そりゃ女性ですよ。はい、セットアップが終わりました。ほんと時計みたいになりましたね。で、時間管理をするにはアプリのそのリマインダーってやつを使うんですけども、どんな感じになるかやってみます。まずここ長押しして、長押し、1分後に変顔をするリマインダー。違う、1分後に電話じゃない、変顔で、変顔。1分後に変顔をする、なんだよ、普通の人だったらしねえんだよっていう、遠回しのディスりかお前。もう一回、じゃあ1分後にリマインダーをセット。お、何をリマインダーしますかってきた。深呼吸をする
さあこれが1分後に通知来るのでしょうか。19時3分です。通知が来るのかな。お、来た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 、ブルって来たよちゃんと。え、これは絶対見逃さないわ。ブルって来た、こうやってブルって。これがやりたかったんだ、やっとだ。今後これをしばらく使って2020年は青木かの時間管理ミスゼロ運動を頑張ります。もし少しでも楽しんでいただけた方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、あと TikTok もやってますので、そちらもフォローをお願いします。また次の動画でお会いしましょう。